こんにちは、ユアーズです。 E12 ノート、ボンネットガーニッシュを取り付けていきたいと思います。商品の中に、付属のクリーナー、こういうダッシュクリーナーというのが入ってます。取り付け箇所にしっかりダッシュをしてあげてください。こんな形で、で、貼り付け箇所をしっかりやりすぎたかなっていうぐらい脱脂してあげてください。端とかが浮いてきちゃったりだとか、隙が弱かったりっていうのはもちろんちょっとしっかりめにしてあげてください。と次、脱脂した後ですね、しっかりした後に仮合わせを、裏面こういう風に両面テープになってます。これまずはまだ剥がずに、まだ剥がないでください。剥がずに形がちゃんと合ってるかどうかっていう確認をしっかり行っていきたいと思います。基本的にそういう形にはなってるんですよね。花形からですね、作ってるのでその形にはなってるとは思うんですが、万が一っていうことがあるので、ちゃんとその形になってるかなっていう確認をしてあげてください。で、仮合わせがしっかり終わった後に、裏面の両面テープを剥いでいきます。はいですね、実際に貼り付けていきます。下ですね、下のラインを合わせるようなイメージって言ってもらえれば、で、端からですね、綺麗に押さえ込んでいくような感じですね。で、走行中に外れたりとか心配な点とかっていうのもいろいろ出てくるとは思うんですけど、実際もう外れません。よっぽどのことがない限りは。なので安心してつけてもらえればと思います。両面テープもちょっと強めにグッグッグッと押し込んであげるような形でつけてもらえればしっかりついてくれるかなと思います。